デリカシーのない乙女に切れて、現在絶縁中。年末の挨拶も、お正月の挨拶にも行ってない。乙女から来る電話やメールも無視。時々、自分が我慢して、表面的な部分だけでも、お付き合いを続けてた方が良かったのかなと思うこともあるけど、そう思うたびに、乙女のデリカシーのなさや、未だに子離れができないところを思い出して、絶縁して良かったんだ。と自分に言い聞かせてる。基本的にはいい人なんだろうけど、考えが及ばないのか、悪意のないひどいことを多々されてきた。多分、乙女自身は、良かれと思ってやっていることなんだろうけど、それが、どれだけ他人を傷つけるか、考えられないんだと思う。相手が自分の息子だったら、きちんと考えて、傷つけるようなことはしないと思うし。所詮、私は他人だから、深く考えることなどしないんだろうな。旦那の親戚一同からは、ひどい嫁、精神病、などと言われまくってるみたいだけど、今後、旦那の親戚関係の冠婚葬祭には、出席するつもりもないから、何言われてもいい。去年、子供を死産した時、手術当日に旦那に電話してきて、今度の週末、琴美子ちゃんのお誕生日パーティーするけど、旦那くんは来れるよね？嫁子さんも来れるといいんだけど、と言ってきた。手術する日も、事前にきちんと伝えていたから、知らないわけではない。旦那が怒って、今それどころじゃない。と怒ったら謝ってました。手術が終わっても、しばらく通院が続いたんですが、手術によって持病が悪化して、そちらの治療で入院するかもしれない状況になったので、旦那が仕事を休んで、病院の送り迎えから付き添いまでしてくれてた。乙女が旦那に、嫁子さんの調子どう？と電話で聞いてきたので、現在の状態と、まだ通院が必要なこと、旦那が付き添ってることを説明したら、たかが通院でしょ？旦那くんが仕事を休むことないって。仕事休んだらクビになるよ。一人で通わせなさいよ。嫁子さんは甘えてるだけだよ。とまくし立ててて、またもや旦那が怒ったので謝ってたみたい。私の親が亡くなったことを知らせる電話をしたら、留守電だったので、メッセージを残しておいた。数時間後に、乙女から電話が来て、乙女が開口一番言った言葉は、この前、琴美子ちゃんから、おばあちゃんの家に泊まりたい、大好き、って言われたのよ。長生きはするもんよね。あ、旦那くん帰ってきてるなら代わってくれる？永遠と旦那に、孫かわいいの話をして、イライラした旦那が電話を切ろうとしたとき、やっと、嫁子さんの実家のお葬式っていつなの？と聞いてきて、旦那がブチギレてた。思い返すと、もっといろいろあるんだけど、今までは悪気はない人だから、と思っていたけど、よく考えたら、悪意の塊なのかもしれないな。たびたび、申し訳ないです。手術当日の電話に関しては、小さい子を見たらいつまでもくよくよしていられない。元気になって、また子供を作ろうって前向きになれると思って、と説明してた。旦那が病院を付き添っていることに関しては、旦那くんは仕事に専念して、代わりにお母さんが送り迎えしてあげようと思って、と言ってた。旦那が怒ると謝って、その後に、良かれと思って、的な説明をしてたので、この人は考えが足りないだけの人で、悪意があるわけじゃないと思い込もうとしてた。自分の心の中に、いい嫁キャンペーンしないとね、という気持ちがあったのかもしれない。今は絶縁してよかったと、心から思う。うちは、旦那に、乙女や親戚関係とは二度と会わない。会いたくない。表面的にも付き合うつもりもないから、そういうことを進めてくるなら別れるしかない。と言ってます。死んでも、乙女とは、同じお墓に入るつもりもないから。とも言ってます。